今日はこのロープをハサミやカッターを使わずに簡単に切る方法をご紹介します。ロープを地面に置きます。次に両足でロープを踏みます。その時に両足の間のロープはピンと張っておくのがポイントです。ロープの端をピンと張ったロープの下に通します。あとは上に引っ張りながらロープ同士をこすり合わせていきます。ロープが簡単に切れました。どうでしたか？カッターやハサミがなくてもロープを簡単に切ることができましたよね。普段の生活でロープを切るということはなかなかないかもしれませんが、これを覚えておけばいつか使える日が来るかもしれませんよ。それでは次回もお楽しみに。